初ポルトゥ尽くしですね、今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、やっぱシンプルに嬉しい気持ちでいっぱいです、どんなところが嬉しかったですかそうですね、やっぱりその大ベテランである小野選手をやっぱ倒せて、すごく嬉しいです。レースの組み立ては、作戦通りに行きましたかそうですね、最初から逃げたかったんですけど、あんまりそこは、やっぱりうまいところで、全然行かせてくれなくて。 そうですね。まあ、でも勝ててすごい良かったです。今シリーズの目標を教えてください。そうですね。シリーズチャンピオンを獲得したいと思ってます。第2位おめでとうございます。激しいレース展開だったのかなと思いますが、いかがでしたか？そうですね。まあ、レースは終始トップを。 でレースをリードしようと思って行ったんですけど、まあ、木内選手がずっと後ろについているのも分かり、えーまあ、後ろで余裕のある走りをしているなというのも、まあ、先頭を走りながら感じていました。 でまあ、ここ決勝に来るまでちょっとセットアップだったり自分のライディングだったりが詰め切れずに、まあ、決勝を望む形になって、まあ、決勝でもうまくアジャストができずにこう木内選手に最後抜かれるといった、まあ、悔しいレース展開になったんですけど、まあ、次戦のすごに向けてもう一度しっかり準備をし直して、えー、チャンピオンとして、えー、次のレースはいいレースを見せられるようにまた取り組みたいと思います。 最後にファンの皆さんに一言お願いします。そうですね。昨年の最終戦から少し長いインターバルがあったんですけども、まいよいよ開幕しました。今シーズンも引き続き応援よろしくお願いします。第3位おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね。えっ、ー、と GP3、えー、初めてのまあ決勝レース、えー、なりまして。 まあ最初はなかなかペースを上げられなくて、まあ、後半から徐々にペース高ペースでまあ刻めていたので、まあ、最初からそれがあのできていれば、まあ、もうちょっとトップ集団からまあ勉強できたことが結構あったのかなというふうに思,い思うんですけど初戦、まあ、はあのとりあえず まあ完走という形でちょっとあの全力尽くしてとていう形であの走りきってまあ3位という結果だったのでまあ次につなげられるレースだったと思います。次戦の目標をやっぱりあの今回3位になれたのでまあ次は突破争いをして上位2人にまあ少しでも追いついて追い越せるようにあの頑張っていきたいと思いますので引き続き応援のほどよろしくお願いします。